こんにちは。フラクタル心理カウンセラーのようこです。この動画では潜在意識のコントロールの仕方をお教えしています。この動画は続きものですので、初めての方は第1回目から見ることをお勧めします。再生リストの潜在意識コントロール教室をクリックしてください。お急ぎの方は最初の4本の基本講座をご覧くださいね。さて、基本講座2で潜在意識を変えると能力が高くなるというお話をしましたね。今日は能力を上げるときの重要なポイントについて考えてみましょう。ということで、今日のテーマは感情と能力の関係です。第11回で幼児期の自分こそが潜在意識の中の潜在意識とお話ししましたね。だから潜在意識の自分をインナーチャイルドと呼ぶのでしたね。幼児期のあなたはどんな子でしたか？思い通りにならないとか、自分に構ってもらえないとか、そんな時には必ず泣いたりわめいたりして感情で訴えるのが子供ですね。第18回の動画ではインナーチャイルドは感情脳のことと言いました。ですから、インナーチャイルドが活性化しているときは感情的だということです。そして小さなことで腹を立てたり拗ねたり泣いたりということが生じます。大人の今でもそんな時はありませんか？職場でも人のちょっとした行為にムカッときたり、上司の注目が足りないと不満に思ったり、このような状態は幼児期の脳である感情脳が活性化している状態です。そして頭の中のエネルギーは無限ではないので、あるところに使われればあるところには使われません。つまり感情的なことが多いと、それだけ幼児期の脳を使うので、大人脳である理性の脳にエネルギーがいかず発達しづらくなるということです。だから能力が高くならないのです。でも本人は自分が子供の時の脳を使っているとは認識せずに、私の気持ちを分かってもらえないと感じているのでしたね。だからなかなか自分が感情脳ばかり使っていることに気づきません。自分がこの状態かどうかを確かめるには、自分がドラマや小説でどんな話を好んでいるかを見ることです。例えば涙する悲しい話が好きだったり、憤りを感じて巨大な悪と戦う話をよく見ているならば、感情脳を多く使っている傾向があります。と言っても、自分は感情的ではなくて人よりも心が豊かなのだと思っていたり、正義感が強いから悪を見過ごせないのだと思っている人が多いので、なかなか直せません。それだけ感情を感じるのはいいことだと思っているということなのです。それはそれで人生が楽しいかもしれないのですが、もしあなたが、自分はもっと能力が高くていいはずなのにおかしいなと感じているならば、そろそろその考えをやめて能力を高めるためのことをした方がいいですね。能力向上以前に、そもそも感情的だと仕事で責任を負うことが怖くなったり、人の批判が気になったりして不安が募るので、上の立場の仕事に就けません。直し方は、まず感情を感じるのが良いことだと思うことをやめなければいけません。アファメーションで、私は感情を感じるのを良いことだと思うのはやめたと唱えることから始めるといいでしょう。そして普段から感情的に興奮するドラマや映画などを見るのを少し減らしていくことが大切です。それが少しできるようになったら、能力を上げるように潜在意識を変えましょう。では次回をお楽しみに。